ナンバーワン決定トーナメント、絶滅動物最強王図鑑。最強だったのは誰だ。時空を超えて蘇る24体の恐獣たちの大バトル。今回の動物バトルは想像力を駆使した再現と言ってもいいでしょう。最近遺伝子操作によってティラノサウルスほどに巨大化したコモドドラゴンとキングコブラが大相当するというテレビ映画がありました。ちょうどその作品のように巨大化させることと、それぞれインドネシアとインドにいて出会うことのないドラゴンとコブラが同じ秘密基地の中で激突すること、この2つが特別な設定であるように、これからお目にかけるグラフィックな作品も現実に存在する動物たちの激突ではありません。みな、今度はすでに絶滅した古代猛獣たちが登場します。それぞれの個性と特徴を生かして相手の有利さを打ち負かそうとする激闘ぶりは、すべて演出したものですが、それは行動学、生態学の深い研究結果に基づいています。これらの戦士たちが本当に出会うことはなかったのですが、もしあったらきっとここに描かれた通りであったはずだという自信があります。そして本当にあり得る今生存している動物たちの激闘シーンよりもっと面白いはずなのです。さあ、その舞台へどうぞご入場ください。